スキルスとは、悪性腫瘍に見られる間質が多い癌の一種で、微慢性に浸潤していくものを指す。抗癌とも言う。語源はギリシャ語のスカース。胃癌、大腸癌や乳癌でこのような形での発育、浸潤が見られることがある。一塊にならず、正常組織に染み渡るように癌が,が浸潤するため、病変の表面が正常組織に覆われていたり、病変内に、 飛び石のように正常組織が残っていることがある。また文化型腺癌と異なり、血管も破壊しながら発育するため、スキルスイガンでは、上部消化管内指標で筐体域交観察を用いても病変が茶褐色に病出しにくい。病理学が発展する前、スキルスイガンが悪性腫瘍とわかるまでは、一種の異変と考えられていたため、英語の医学用語では、 現在もラナイチスプラスティカと名付けられている。スキルス胃がんはヘリコバクターピロリとの関連は少ないとされていたが、やはり関連はあるとする報告が最近は多く見られる。この種類の胃がんはアジア各国、特に日本での報告が多い。遺伝性微慢性胃がん過程はニュージーランドのマオリ族で見出されており、CDH1 遺伝子変異によるイキャドヒリンの機能不全がある。 この家系では胃の印鑑細胞癌が,が多発し、女性では乳腺症が癌も見られる。プスカの遺伝子変異やローアの遺伝子変異も関与が研究されている。スキルス胃癌の内視鏡像。胃全体に癌が,が浸潤し、皮袋状の形態を呈している。また出血も見られる。微慢性胃癌の特徴は低分化型癌細胞が見られることである。また、 印鑑細胞癌もしばしば見られる。進行したスキル水がんの形態は、皮袋様と呼ばれる。これは、主要細胞が微慢性に浸順し、角の繊維化が起こり、厚く硬い壁となるためである。上部消化管内視鏡検査や、胃等視検査により、早期の未分化型あるいは低分化型癌が,が発見されることもある。この場合は、皮袋上位には至っていない。 早期病変の内側に、生育と呼ばれる遺残した正常粘膜や、インゼルと呼ばれる発石した再生粘膜が見られることがある。病変の縁は、断崖状で、文化型胃がんのような三色像が見られないことが多い。症状として多いのは、一回に取れる食事量が減る、食欲不振、吐き気、嘔吐、吐血、血便、黒食便、体重減少などである、下痢を伴うことがある。 ありがとうございます。